みんなおはよう。2016天使の娘です。はい。6月11日ワロップ放送局の秘密基地にて生放送しています。それでは早速聞いてみよう。苦しくったって悲しくったってことの中では平気なの。ボールがうなると胸が弾むわ。レシーブトス、スパイク、ワンツーワンツーアタック。だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。ヘイヘイ、メインの MC のお二人さん、最近も涙したことあるかい？なんだなんだ、いきなり。さっきまで寝込んでた。いや、なんだなんだなんだ、ね、涙したことですか？なんかあります？あれはね、この間ね、この黒巫女さんがね、電話口で、ね、天の声黒巫女さんね、黒巫女さんがね、ギャン泣きしたのね。それは言わない約束だろ。いや、勝手に晴れたがギャン泣きしただけだからさ、ね、あれはギャン泣きじゃない。でも泣いたろ、我に説教されて。ちょ待って、はい、あのギャン泣きしたとか、うん、ギャン泣きしてないとか言ってますけど、うん、あの、うん、俺はちょっとよくわからないんですけど、何、うん、また説教したの、うん、また説教してまたギャン泣きしたの、うんうん、怒られていない、怒られてない、怒られてないって言ってますけど、うん、でも我の説教で泣いてる、うん、もうさっさと本番行っちゃってください。まだあと1分で行けるからね、はい、なんだこの、ね、なんだこの回。あのね、ギャン泣きしたのはね事実です。そうなの？ギャン泣きしたの？わらは知らないんだけど、うん、とにかくね、今ね、黒巫女さんはね、すごい、うん、なんだろう、レナス氏のね、うん、あのすごい猛特訓受けてるんですよ、うん、まあよくね、うん、あの涙を流して、うん、しまうぐらいスパルタ教育なんですけども、うん、はい、あんまりね、うん、厳しくしちゃダメよ本当に。いや、泣かしてなんぼだから。我々泣かしてなんぼ、か弱い女の子だから。女の子だから、本人自分で男の子って一生懸命言ってるよ。そうなのか、男です、うん、男なのか、はい、だけど涙が出ちゃう女の子だもんって言ってたけど男なのか。男です。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとわらは混乱してきたので、ちょっとね、もう本編いっちゃいましょうか、うん、ちょっとわらは怖いんで、はい、というわけで、天使生娘本番始まります。はい、本編スタートしましたけども、はい、まずはとにかく、はい、ゲストさんの紹介をさせていただきます。我々、もね、はい、いつもお世話になっております、ゴークデザイナー、そして代表の国友さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当に今日は本当にありがとうございます。もうね、わらわたちなんかがね、もう手の届かないような方ですよ、うん、本当に。雲の上の方なので。本当ですよ、はい、もう雲の上じゃないですよ。今手に届くところにいるけど。はい、はい、いいですね。はい、久々のゲストさん入れての放送なんですよ ね、はい、そうですね。だからね、あの1回目すごい、久々にゲストさん入れての1回目がもうこんなすごい人で、はい、ちょっといいのかしらと、まあ、ちょっとビクビクしておりますけど、はい、このお花を出した時が一番怖かったですね。はい、どうしようって。まず最初に断られたらどうしようっていう、すごい、そこでまずビクビク始まってて、うん、OK 出していただいた時にどうしようって、スタッフ一同ネタをどうしようと、それしかなかったですね。OK でも NG でもどうしようでしたからね。そうです、はい、はい、常に綱渡りの番組なのでですね。はい、ではね、はい、まず基本的な、ね、情報から、はい、言わせていただきますよ。はい、はい、まずゴークというブランドはですね、はい、俺も今こうやって着させていただいてるんです。我々今回まあ、そうですね、ゴークさんの方で、はい、わらわのね、最近よく使わせてもらっている衣装に、はい、提供さしていただいている、はい、そんな和のブランドでございますけど、はい、はい、そんな、ゴークの代表の、国友さんなんですけど、はい、いいですか、はい、そのプロフィールから、はい、人物プロフィールからちょっと、はい、裏側まで探っていっても。わかりました。国友さんの裏の裏まで探っていっちゃっ ていいですか。あんまり裏ないと思う。はい。いや、でも代表っていう名のつく人は絶対裏があるものだとわらは思ってるから、はい、今日はちょっと暴いてやろうと思いますよ。はい、暴きましょう。大丈夫ですか、わらは失礼なことめっちゃ言ってる、もしかして。大丈夫、後で説教する。あ、OKOK、 後で説教するだけだから。はい、まず、国友たけしさん、はい、1970年福岡生まれということで、はい、
上京して来られて、そうですね、きっかけはやっぱりその洋服とかデザイン、ああそうです、そういう洋服のデザイナーになりたくて、はい、18の頃に東京に、ああそうなんです、はい、で気になったのが、91年、東京文化服装学園を卒業後ファッションモデルとして東京パリで活躍と書いてあったんですけど、あ、そうですね、ちょっと事務所に入ってたって感じですけどね、そうなんですね、最初モデルだったんだってそこでびっくりして、はいはい、そうでもうモデルで食べれないからどうしようって考えてまた服に戻ってきて、最初デザイナーできて、でモデルの後またデザイナー、あ、そうですね、あ、そうなんですね、でもやっぱり洋服の道っていう道は一本通して、そう、うん、そうですね、でそんな中でまずは初期は、フランスアメリカの古着をリメイクしたコレクションを発表、はい、でその後にインドや東南アジアの素材や伝統的な手工芸との出会いをきっかけに日本というルーツを意識したとコレクションを発表と、最初西洋の方からだんだんアジア日本っていうふうに、なんででしょうねなんでですか、もともとティークニットモっていうブランドをやり始めて、はいはいはいで、はい、まあ、自分で縫ってたんですけど、はい、その材料が、まあ、古着しかなかったので、まあ、自分が着てたものとか あとまあ古着屋にアメリカの古着買ったりとか、はい、まあ、後々そのフランスに買いに行ったりアメリカに買いに行ったりするんですけど、はい、でそれを買ってこう切って縫って切って縫ってたら、それをじゃあ黒い服で作ればいいっていう風になって、はい、で黒い服を作って、まあ、今ちょっとクニクニっていう名前に変わっちゃったんですけど、もともとのティークニトモっていうブランドで、まあ、それになったんですね、はい、黒くしたやつ、はい、でそのまあ普通に洋服作っても面白くなかったんで、毎シーズンこうテーマを変えたんですよ、はい、まあ、今回はアメリカ、分かりやすく言うとアメリカとか、はい、今回はフランスとか、はい、でその中の一つに、まあ、和っていうのが、まあ、そのうち尽きてきちゃうんでテーマも、あ、そういうもんなんですかね、なんとなく、あ、毎回書いてたんです、あ、コレクションのテーマやり尽くして結果、まあ、5億とかそういうものに、そうですね、はい、和をやってまた違うのやってたんですけど、はい、まあ、そのティー君ともが、まあ、ちょっと落ち着いてきた時に、はい、そのもう一回ブランドを違うのをやろうかっていう時に、その中でこの今までやった中の和ってやつをピックアップして、はい、5億っていうブランドを、そうなんですね、いや、これは結構興味深いですよね、このゴークっていうブランドが生まれてきた、ね、我がゴークさんを知ったのはある、はいはい、T 局のテレビ番組で特集、うん、街を紹介する番組だったんですけど、うん、土曜日やってる番組なんですけど、うんうん、そこでまだ裏からとこにあったお店の地下の店とか、うんうん、今キネが来てる姫袖の存在を知って、はい、まあ、あ、すごいいいなってずっとそこから何年かずっとゴークさんゴークさんと思ってたんですけど、なかなかチョイスするチャンスがなくて、で、ある時この 2.19 とバンドがスタートした時に、あ、衣装だったのゴークさんだっていうのが最初からもう決めてたんで、で、ある時に2人で買いに行ったんですね、そうですね、裏の店がなくなっちゃって、はい、あれ？なくなっちゃった、どうしようと思ってで、新宿のお店に、買いに行って、もう即、ね、小豆色のやつと黒がこれがありまして、はいはい、まあ、彼女はすごく悩んでて、そうですね、もう本当に、はい、みんな可愛くて並んでる洋服が、うん、ありがとうございます、もうこっからここまで全部ちょうだいって言いたいぐらいの勢いだったんですけど言ってください、言えるようになります、言えるようになりますそこは、はい、でそこでこの洋服とかと出会ってて、うん、いろいろ調べて、あ、こういう感じの輪ならすごいいいなって、なんかゴテゴテしたっていうよりはすごい落ち着いてる本来の和の感じがすごい、なんか和柄とかもともとすごい好きだったので、その落ち着いてる感じがすごいハマって、小物とかもすごい可愛いなって思って、ありがとうございます、はい、で我らたちもね呼ばせていただいて見に行かせていただいたんですけど、メルセデスベンツのメルセデスベンツのはい、ファッションショー東京、はいはい、東京ファッションウィーク、はい、で秋冬のコレクションでしたよね、あれは、そうを見させていただいて、ちょっと試着させていただく時間もあったじゃないですか、はいはい、あそこですごいいい、なんか一番、あ、これいいっていうのを聞きさせていただいた時も、うん、すごいなんか
素材もなんかすごいしっかりしてて、でやっぱりなんかこの桜が散りばめられてたんですよ。もうそれがすっごいハマって、わら、これを着るためにもっと頑張って稼ごうって思いました、正直。、はい、いいと思います。それが必要、目がもう完全に買ってくれという。そうですね、買ってきたんですか。まあ、全然あの、じゃあ、 あの次 の、 あの復活祭の時に、はい、あのがっぽりがっぽり行って、すごい。予定では予定では、はい、頑張りますんで。でも、まあ、ここからここまでくださいって言います。あ、いいです。はい、お待ちしております。お願いします。もうその時も結構あのモデルさんが歩いている時の音楽とかもすごいこだわってらっしゃるような感じ、ね、まあ、音楽作ってくれる方もいらっしゃるので、はいはい、あれもすごく初めてそういうファッションショーっていうのを伺ったんですけど、すごくなんていうんですかね、雰囲気ってすごく大事だなって。洋服の雰囲気、モデルさんの雰囲気、やっぱ空間の雰囲気、全部すごく我々バンドやってるとやっぱりステージとかに通ずるというか、もっともっと意識しなくちゃいけないなっていうのがすごく感じられる一日でしたので、良かったです。勉強になりました、本当に。ありがとうございます。はい、スタッフ一同みんなね、その後テンションが上がってて、そうですね、どうやるんだろう、いつもどうしようって。そうね、表から見るのはかっこいいんですけどね、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、うん、裏はもうぐっちゃぐちゃで、もうぐっちゃぐちゃなんで。やっぱりその前後はやっぱりバタバタしてっていう感じですか。そのファッションショーとかの時はやっぱり代表としてすごい動き回ったりとかって結構バタバタ。当日もう着せてるんです、一生懸命着せて、最後のチェックして、もうちょっとコサージュの位置がここじゃないとか、 あとヘアメイクさんヘアメイクさん直すし、あそこまでもうぐっちゃぐちゃなんで、ぐちゃぐちゃで、そうなんです。そう、前まで僕チェックして出すので、もちろん。では、引き続き、クリトーさんにお話伺います。はい、はい、では引き続き ね、クリトーさんに噛んじゃった、もう今日ダメだね、今日めっちゃ緊張しすぎてちょっとね、うん、お口がねちょっとバカになってるけど、うん、はい、引き続きね、クリトーさんに、今回ね、はい、質問をいろいろ考えてきて、はい、ちょっとこれ個人的に聞きたいなっていうのが結構あったので、うん、聞かせていただきたいと思います。はい、まずデザイナーさんとお話することが我々は初めてなんですけど、はい、洋服をデザインするにあたって心がけていることとかって何かございますか。心がけていること、はい、何でしょうね。やっぱり思ったものをそのままに、ね、あ、もうセンスの思ったもの、その時のなんかこう雰囲気とか、世の中の動きとか、はい、なんかそういうの感じてこう、はい、多分出してんだろうなと思いますけど、で心がけてる、うん、なんかその例えばその材料を見て、あこうしよう、あしようみたいな、あそれもありますね。いろんな方向から、材料からこういう風にしたら面白いかなとか、この形を作りたいからこの材料でこういう風に作ろうとか、はい、こういう工場に出してこういう風に作ろうとか、あいろんな方向から、はい、まあ、考えて作ります。そうなんですね。ちょっとやっぱりなんだろう、その場その場で思ったものそのまま、なんだろう、そのまま、まあ、分かりやすく言うと、うん、でもわらわが思ってるよりも多分いろんなことを考えるのが自然にできてるんだろうなと思います。そういう肌の、デザイナー肌っていうんでしょうか。25年以上そうですよ、ね、やってるので普通に、それが普通で、もう身についてるんでしょうね、もう勝手に。なんでしょうね。でも小さい、みんなちっちゃい時とかこう、はい、すぐ触ったりとか、あなんか見たり、なんかこうなんかするじゃないですか、こう、はい、いろいろあの感覚は多分今でも、あなんかさっきこの生地見た時もこうすぐ触って、あでそこからまたなんか考えて、はい、なるほど、この柄だったらこうやったら可愛いなとか、必要なことですよね。もう、わらたちも表現する立場じゃないですか、はい、そういうのができるようにこれがなっていかないといけないですよね。考えついてこうしようっつって完成するのが半年後ぐらいなんですよ。その間に失敗作をファンの方たちが見てて、うん、最終的に「あうまくいったじゃん」みたいな、半年後なんですよ、ファンから言われるのは。あ、あれうまく最近うまくいったよね。
今までダメ出しだったのかみたいな感じで。これからそのスパンを短くしていけばいいですもんね。そう、一発で決めろって。僕たちも半年前ですけどね、だいたいスタートは。あ、そうですか。うん、半年前から1年前ぐらいにだいたい絵描き始めて、はい、材料集めて、はい、工場のこう割り振り考えて、はい、とか、まあいろいろお金の計算したりとかしてやるんで、だいたいやっぱ出来上がるのに半年から1年は、はい、あ、やっぱり、はい、かかりますね。ですね、ダメ出しされて、はい、間に、はい、みんなから、はい、一緒です、ね、はい、ですでは続いての質問を参りたいと思います。はい、デザイナーという仕事をしていて一番楽しい瞬間と、あと一番大変なことを教えてください。大変な瞬間は何でしょうね。変に高すぎちゃったり、あなるほど、もう絶対これ売れないなっていう値段できちゃったりとか、あ、すごくリアルな話ですけど、はい、あとはそのできてくるであろう日に何もできてこなくて、はいはい、何も進んでなかったりするのが後から分かっちゃう時とか、あ、でもこれはこの日に発売しなきゃいけないとか、なんかそれが大変だなと思いますけど。楽しいこと、我々もそうですね。我々もあのギリギリなんだと焦らないんで。そうですね。どうしようって。僕ギリギリじゃないですよ。私はちゃんとやってる、はい、んですけど、なんかで最初さっきの半年前ぐらいに企画してるはずなのに、はい、気がつくと2ヶ月ぐらいの追い込まれてる、そうそうそう、追い込まれてる時があって、ダメだこれはと思いながら。うん、もっと言うと、ね、わらわたち今。まさに追い込まれてる真っ最中ですからね。はい、はい、ちょっと見習いたいです。そうですね、はい、楽しかった楽しい瞬間、楽しい瞬間は、うん、僕基本物作ったり考えたりするのが基本好きなので、あ、そこに何でも楽しいです。そこ、あ、もう、作ってる過程がもう、あ、そうですね、全てが、そこはもう全然大好きな。それはでかいですね、はい、やっぱり私ちょっとわらわなんてね、はい、あの結構ね、あのライブ宴してる瞬間はがすごい楽しい、その準備期間辛いみたいな感じなんで、結構ねそこはその家庭から楽しめる人ってやっぱり違うな、そこでやっぱ差をつけられてるなってわらわ的には思ってるんですよ。だからその家庭まで楽しめる人っていうのはやっぱりすごい人だなっていうのは個人的には思います。25年やってるからだと思います。わらも若い時は違ったかもしれないですけど、確かに今ハト本当ですか、はい、わらも25年ぐらい経てばババアになるだけよ。そうそうそう、わらが25年ぐらい経ったらただババアになるだけか。そのまま言ったらね、だからあなたがわらの仕事の半分ぐらいやってくれたら楽になるんだ。はい、はい、うん、はい、それすごくなんか内輪だ。それは5年間ぐらいやってるんですよ。そうなんだ、はい、家庭も楽しめるようになります。はい、はいはい、あと、最後にあの結構あのわらわもそうですし、あのこの宴やってる中で出会うあのひなげしのわらわたちのファンの方々も結構のゴークさん好きっていう人結構いらっしゃるんですけど、そんな、ゴークさんのファンの方々に、はい、何か一言お願いします、はい、こうすごく普通のこと言っていいですか。はい、12日まで今、はい、広島パルコで、はい、ミントネコ&ゴークという期間限定ショップをやってまして、はいはい、でそこであのセール商品も売ってるので、はいはいはい、まあ、ぜひ日曜日までやってます、はい、明日までですね。そうですね、はい、ぜひ行ってもらいたいなと、はいはい、そうですね、広島です。もう行くしかない、もうこの放送終わったらもう、ね、いろんなあらゆる交通機関を使って皆さん行きましょう。はい、もう視聴者これ見てる人みんなね、そうだよ、はい、そうだよ、きっと避難したい行ってくれると信じてるわら、信じてるからね、はい、あとは、6月17日から19日まで、はい、あの京都にもうギャラリーというのが、はい、古民家を使ったギャラリーがあるんですけど、はい、そこであの秋冬の展示会を、はい、あれですか、先日のあ、そうです、そうです、はい、あれの京都バージョン、はい、京都バージョン、京都バージョンというか、まあ、京都で、はいはい、やろうと。あ、それが10で、僕は18、19は2日間は僕が行くので、あ、お店に、はい、ぜひこれはもう、はい、行けば会えるということで、はい、見て一流さんのファンもぜひ、はい、はい、お願いします、フラッと来ていただければ、はい、
あ、京都に雛木下いるよね。京都に雛木下いますね。ちょっと言うとかんと、はい、呼んでください。はい、多分これ見てくるグッグさんからずっと言ってくれると思います。はい、あとは、はい、ゴークと、はい、あとヘロキティのコラボが7月2日から全国のゴークショップと、はい、あとうちのウェブショップの方で発売。おお、はい、はい、なりますね。はい、ですね。おハロキティ、あ、かわいい。ハロキティ、あ、かわいいのが、はい、こんな感じで、すごい。あ、これが下のデザインのやつですよね。そうですね、はい、おで、和柄の中にこうキティちゃんがこう入っている感じのキティちゃん、はい、これはすごい、和柄にキティちゃんが入るんだって。キティラーはもう絶対ゲットですね、これは。そうですね、はい、ぜひ、はい、はい、あとはセールがあるんですけど、はい、おセールがテナント、あとなんていうビブレとか、はいはいはい、札幌はピボっていうところに入ってるんですけど、そこの中では17日、6月17日から30日まで、はい、まあ、プレセールみたいな、はい、あとはその京都のギャラリーと東京のギャラリーでは24、25、26、27、4日間はちょっとスペシャルセールとかをやってるので、ぜひ、はいはい、来てください、来てください、はい、置いていこう。あ、嬉しいです、情報があれば。キティちゃんも置いていこう。お願いします、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうすごい、もう全国各地でいろいろなことをやってるんですね、はい、そうなんですよ、生きていけないんですよ、何でもやらないと。でも大変じゃないですか、いろんなところに方法行かなきゃいけないから、代表としては。でも旅行好きなので。あ、それは旅好きというか、はい、旅じゃないんですけどね、はい。お仕事だけど、はい、でも楽しみ、はいはい、楽しいですね、それは、はいはい、いろんな国に行くのも好きな、はい、そんな全国各地で、ね、活躍していただいているコークさんですけど、はい、これからもうお世話にならせていただきます、はい、よろしくお願いします。コークのゲスト、コークの国友さんでした。いや、緊張しましたね。マイクロミコ、お疲れ。マイクロミコさん、お疲れ。いただきます。ありがとう。どんな説教が待ってるんでしょうかね。うわ、もうね、やっぱりさすが代表ですね、うん、オーラが違いますな。違いましたね、うん、ほら、すでにね、あれよ、クロミコアタックナンバーワンのアレンジがっつってアレンジがアレンジがアレンジが、うん、これね、あと説教タイムだね。説教タイム、ちょっとね、これね、まあ、まあ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 、まあ、まあね。いやでも、とりあえず小休憩まで行きましたね。いやもうね、ドキドキですよ、はいはい、今日のおやつは、栗羊羹です。これもね、地元のね、はい、はい、なんだっけ、ね、なんだっけ、い甘栗がどうとかなんとか、そう、甘栗屋さんがあるんですよ、スカイツリーの近くのまっすぐな道にの通りに甘栗のお店があって、でそこの羊羹です。1個安かったですよね、1個70円まで10個買ってきました。で10個買ってきたらね、どうぞって、うん、栗1つどう、1つずつどうぞって、うん、で甘栗試食させてもらったんですけど、うん、美味しかったですね、本当に、うん、そんな栗羊羹おやつでいただきます。うん、俺もすでに1個食ったいいないいな。でもこれちょっとさ、うんうんうん、ゆきさんのハロッキーのが使わないね。うん、ね、これこのカットソーとかね、うんうん、かわいいね、トートバッグとか。もうもう一回画面に見せますか、うん、はい、ハローキティコラボですって、はい、ゴークさん、いやでもね、本当にね、ゴークさんにお世話になってますんでね。そうですね、もう、ね、本当に今日もね、番組に出ていただいて、うん、ね、本当にね、これね、視聴者の方はね、本当にね、うん、お歯を出した時もドキドキだったし、うん、うんうん、OK 出してもらっても本当ドキドキだったからどうしようって、ね、ダメだね、やっぱ中身が適当だからさ我々はちょっと中身が適当だから、いやでもついていかねえんだよ、いろんな、もう本当についていかなかった、ね、頑張りましたね、頑張ったよ、もう小休憩引き続きご覧ください。はい、はい、ね、小休憩2回目ですか。2回目ですね、2回目ですね、はい、まあ国友さんの余韻にも浸りつつ、うん、そうですね、
バーレナスを回転させるか、回転させるか、うん、あでもねエキシビションじゃないけど、うん、それプレーオープンじゃないけどさ、ほら、うん、やっていいって言ってくれるとこもあるからね、あね、そうあのねレナス氏がね本当に料理がうまいんですよ、うん、いやみんな知ってると思うけどね、これ見てる、これを見てくれるぐらいの、うん、あのひなげ氏の皆さんは、うん、知ってると思うけど、本当に酒の魚がうまいんだよ ねレナス氏の酒の魚がうまいっていうことはあれじゃない、ただ飲みただ飲んでくれるみたいな言い方だなレナス氏の作る酒の魚はうまいんだよ本当に、だから ねやりたいね、バーバーレナスね、あのね冗談で言ったら中島がみんな本気にしてんだけどまあいいんだけどうんうん、うん、やれと言うならやるよ、材料費さえ出してくれやりますよ、うんうんうん、でその他にあれですよ、ちょっとあの寄付してっつって、あこれいいな、クラウドファンディング、おやりますか、今流行りのクラウドファンディング、あの現場に来て、食べて、うん、で美味しかったらさらにお題の他に、ロック T シャツ作る、やろう、そうですね、ひなげし集めてね、うん、でも誰も来なかったらどうしようみんな来るよね、大丈夫、みんな来るよね、バーレナス、そしたら俺、スープかき回しながら誰か乗ろうぜ誰も来ませんでしたって言ったらさ、ちょっとね、ちょっと魔王は俺の心の中にいたっていう状態しちゃうよ本当にね、いやいや本当に、うん、でもやりたいですね、うん、まあね、うんうんうん、あでもだから場所あるからできないことはないんだよ、あだ本当に人が来てくれるかどうかっていう、そうだね、上見てる人でバーレナスもし開店したら、うん、行くよって方いたらなんかメッセージください、てかさバーレナスその時点でさもう完全に頭悪いよなちょっともうちょっとかっこいい名前ですよ、もうちょっとレナスキッチン、レナスキッチン、なんどうなんなんなんウンズキッチンみたいな、なんほにゃほにゃほにゃキッチンみたいな、やだよやだよいいじゃないですか、もじってるし、やだよこれで、じゃあこれにしようか、オリーブオイルこう高くやればいいじゃない、胡椒こうやって、うんうん、やだよでは引き続き後半ちゃんとやっていきたいと思います、普段やってねえみたいじゃんはい、はい、ではね小休憩も終わりまして、はい、がっつり後半の方行ってまいりたいと思います、うん、お湯着のコーナーね、はい、お湯着のコーナーね、お湯着のコーナーね、はい、で、やっぱり後半はおなじみ、うん、皆さんいつも協力してくださってありがとうございま す、大喜利のコーナーでございます、はい、はい、ねやっぱ梅雨が入ったということで、ね、やっぱお題もね、 それにしてはさここ数日暑いよね、うんうん、全然雨降らなくてよかったなって思います、これね地域的になんか降ってるとか降ってなかったりするみたいよ、あ例えば我がのところに降ってるって言っても、うん、こっち晴れてるよとかってへ、うん、ツイートであったよ、うん、梅雨とはって感じですね、うん、梅雨とは何なのかみたいな、梅雨ですはい、ですのでお題の方も、うん、梅雨の季節にちなみまして今回2つ用意させていただいたんですね、はい、まずお題その1、突然のゲリラ豪雨かっこよくしのぐ方法を教えてくださいっていうね、はい、まあ、これはね最近ですよね、ここ 2,3 年ぐらいですよね、ゲリラ豪雨っていう言葉が溢れるようになったのは、そうだね、はい、かっこよくしのぐってさ、うん、そもそもさ結構不可能があるよねもうしのげるものはしのげるじゃないですか、でもおおだってことはこんな感じこんな感じ井上みたいな感じですけど、まあ、早速ね、答えの方ね、はい、発表させていただきたいと思います、はい、じゃあ読み上げるわ、あお願いします、突然のゲリラ豪雨かっこよくしのぐ方法を教えてください、濡れるだけ濡れとく、ずぶ濡れになってるけどこれ何の解決にもなってないですよね、かっこよくでしょ、これ濡れるだけ濡れとくすごいさ、しっとりさ、うん、惨めな状態だよねこれ女子だったらさ、もう多分ビジュアル系の上にこう崩れてるぜ、もうパンダ名どころじゃない、うん、この辺真っ黒になってるんだろ、もう黒い涙だよ黒い涙が黒い涙がね流れてるんだろきっとね、うん、これはね、まあ、まあ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 、うん、一発目にしてはありなんじゃないかなと思いますけど、うん、はい、もう次いきますか、うん、はい、突然のゲリラ豪雨かっこよくしのぐ方法を教えてください、フェイントで一粒一粒かわす、こうかっこいい、これはかっこいい、これ言ってる先でびっちゃびちゃになってるんですよこれきっとでもさ、ちょっと今言ってる最中でさ、うん、思ったんだけどさ、うん、レナスさ、うん、割とそれよく言わない、スタジオとか出た後に雨降ってるじゃないですか、うん、
あ、レナさん大丈夫ですか、入りますかって言うと、あ、大丈夫、俺あの何買わせるからって避けられるから毎回、そう避けられるから毎回言うんですよ、うん、もうそれがなんかスタジオ後でやろうとなんかご飯で食べ終わって外出たにしろ、うん、なんか絶対言うよね。まあね、あれ何なの、なんか避けられるから避けられるの、避けられてるのか、避けてるよあれは。わらわの目から見たらすげえ濡れてるように見えてたんだけど、あれは避けて残像残像、そう濡れてるように見えるの残像なの、ね、ドラゴンボールであるじゃん、これパーンみたいな感じです、うん、シュンって、ね、あーこうポチャーンってくる、あ、そういうことなの、そうそう、あ、じゃあ、 あのわらわがあの、うん、凡人だからそれ残像にしか見えない、そう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 、そんな感じ、なるほどね、うん、解決した解決した、濡れてねえから、あ、本当に濡れてないんだ、きっとこれ書いた人はきっと一緒なんだよ、あ、一緒なんだ、能力者だから能力者だから、もう、あ、やべ、能力者だってことはみんなに内緒だぜあの今に日本には絶対あれだから、うん、あ、ネットテレビですが、え、ネットテレビですが、しかもこれ後で YouTube でアップされるからね、うん、なかったことにして拡散しよう、うん、はい、では次いきます、はい、突然のゲリラ豪雨、かっこよく死ぬ方法を教えてください。名作映画ショーシャンクの空にの雨に打たれる名場面のポーズをする。あら、分かんなくて最初、うん、何ショーシャンクの空にって、うん、って思って調べたら結構有名な映画、ね、映画ですよ、で、なんか名作ですよ、いつぐらいの映画、あなたが生まれる前の確かだよ、じゃあ分かんないよ、そう、でも刑務所のあれですね、刑務所の話です。で、あの調べてみたら、うん、あのなんだ、あのポスターがもう雨に打たれてるシーンなんです、うん、もうあの こういう感じで、こういう感じで雨に打たれてる、それは間違えるとプラトーンになるからな、プラトーンってあれだと、あの打たれてる、あの雨じゃなくて銃弾に打たれてるシーンですよ銃弾に打たれてるシーンですよ、あれ、うん、なんだっけ、あれエイドリアンってやつは違うやつだっけ、それロッキー、それロッキーか、それはロッキー、全もういろんな名作、そういろんな名作、しかもそれはスタローンな、スタローン、プラトーンはチャーリーシーン、プラトーン、チャーリーシーン、ショーシャンクの空はちょっと分かんない、分かんない、はい、うん、まあ、はい、でもなんかしのいではないけどね、打たれてるけどね、かっこよければいいんだ、かっこよければ、まあ、かっこいいけどね、かっこいいまあいいんじゃないでしょうか、うん、パンツまでぐっしょりみたいな感じでね、うん、もう潔いですね、これはこれで、うん、でも後ですごい切ない思いしちゃうんだよね、まあ、家路に着いた時にもう後悔の嵐ですね、うん、でもね、これね、あの思うんだけどさ、あの小学校とか幼稚園とかの時にさ、あの、うん、どっさーって降ってくる時あるじゃん、うんうん、今やあの時なんでさ、ガキってさ、わーって言っちゃうんだろう。あー、なんでもね、わらもそうだったよ。まあ俺もそうだった、わらもそうだったけどね、わらもそうでしたよ。あの時の気持ちを思い返してみても、なんも、あの時どういう気持ちだったかわからない。この年でそれをやろうとしても、うん、やろうと思わない、うんうん、これが大人になるってことなのかな、うん、あれが楽しめた頃が大人なんだよ、あ、子供なんだよ、うん、楽しめなくなったらもうダメな、汚れてんだよ。雪もそうだよね、雪もさ、うん、あの昔って雪降ったら、うわ雪だ、学校休みだ、雪合戦だみたいな感じになってたけどさ、うん、今雪降るとマジかよ、うん、え、電車どうすんの、え、止まってんじゃん、うん、どうしようどうしよう、たるみたいな、うん、もう大人になったってことですね、うん、悲しい。以前の職場であのほら基地だったから、海軍基地だったから閉鎖っつって、早くお前ら帰れっつってそれいいですね、と思うでしょ、思うでしょ、うん、だけど片付けなくちゃいけねえんだよ、あ、片付けなくちゃいけねえからめんどくせえんだよ結局、うん、もうなんだろう、外出るは出なきゃいけないし、うん、でなんか雪に打たれるし、うんね、で電車が止まってるし、どうやって帰るねんって話で、そうだね、結局帰れないですね、うん、それは、うん、はい、じゃあ続きましょう、はい、はい、突然のゲリラ豪雨、かっこよくしのぐ方法を教えてください。雨粒をすべて弾丸で弾き飛ばす。ああ、はい、これかっこいい、これ一番かっこいいんじゃないちゃんとあのしのげてるし、そうなの、しのげてんの、雨粒をすべて弾丸で弾き飛ばすじゃん、その前にびっちゃ濡れなんだよいや多分天に向かってだよ、それ天に向かって唾吐くようなもんだぞ、天に向かって持ってくんだよそれ、そこもまたロックじゃない、ああ弾丸なのに打たれて
かっこいいね。逆に弾丸の雨に打たれてゲリラ豪雨はしのげるけど、うん、弾丸の雨に打たれる、うん、プラトーンじゃん。そうだな、まあな、まあ、間違ってないな。あのね、何落としたんだっけな、うん、それ忘れんなよ。そこ忘れんなよマジで。あの俺ね、あのわらはね一番ね、うん、かっこいいと思ったの、この雨粒を全て弾丸で弾き飛ばす、うん、でも俺あれだよね、あのショットガンとかじゃないとさ、こうバッて一気にさ、うん、撃てないじゃん。まず拡散希望だね。そう、うん、だからこれはあれだろうなって、ショットガンだろうなって思いました、うん、勝手に、まあ、それを言いたかったの。なるほど。うん、最近銃の知識ついてきたから、うん、なんかね、そうなんか変な、いろんなもの変なもの見てね。変だな。だからこれはあの、うん、アサルトライフルじゃあの弾き飛ばせないな、うん、ハンドガンでもちょっと心もとないな、うん、じゃあショットガンで一発でバーって弾き飛ばせばいいんじゃないか、そこから弾丸の雨に打たれるっていう、うん、でもあれ7発しか入らないからね。あ、じゃあ7粒しかダメじゃん。違う7回打てるけど、その拡散鉄球がバーン飛ぶわけよ。ああ、うん、じゃあ7かける何粒、うん、分かんない、300としても、うん、で2100、おお、結構弾き飛ばせるんじゃないですか。でもびっちゃねんなら変わんないと思うけどね。そうですね、まあ、うん、弾き飛ばせたとしても最悪死ぬっていう感じですね。うん、まあ、結果的にあのゲリラ豪雨をかっこよくしのぐ方法なんてないという結論ですね。だからあの最終的にあの、うん、少年のような心を忘れずにあのびちゃねんなれと。ああ、それがね逆に潔くてかっこいいかもしれない。ドサーって降ってきて、うわすっげーみたいな感じで、あのパンツまでぐっしょりになって、うん、何やってんだよみたいなさ、青春だね。後先考えずに走り出して後で後悔するっていう青春ですよ。そう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 、まあ結局濡れるのが一番かっこいいんですよね。まあ傘させよって話ですけどね。傘がないからこうなるの。そうそう、傘がなかったらどうすんの。というわけでね、お題その2に参ります。はいはい、次のお題に行く前にですけど、はい、コメントがありがとうございま す、ね、います。小休憩引き続きって小じゃな、ないな、長えな、長いね。あのそれ我らたちもね承知してるんだよね。そう、あの大人の事情ですね。うん、あのよくわかんないあのちょっとの時間をどう使うかって言ったら、そうよし休憩しようって、そう、うんうん、普段どんな会話をしてるかってことだよね。そうですね、うん、それそのね緩い感じをね、あの本編も緩いんだけどさらに緩い感じを伝えられれば、ね、最近ねちょっといろいろね企画書みたいな書くようになったんでね、うんうんうん、それはなぜかというとね、あの先月ね末に、うんうん、あの我々ね、うん、パイセン TV に見に行きました。はい、出たんじゃありません、見に行ったパイセン TV に見に行っただけ、見に行きました。はい、はいはい、見に行っただけなんですよ。そうそうそう、この顔でこの顔でね、この顔でこの顔で見に行った。みんなね、え出るのみたいな感じで見に行った。そうそう、ね、パイセン TV にって言われた。え出るのみたいな、ね、見に行きました。はいはい、ではね、大喜利お題その2に行きたいと思います。えレインコートにある機能をつけたら大流行、その機能とは。はい、まあでもね、これも結構たくさん、結構長い、これね、お題ね、あなた絶対一息で言えないでしょ、これ、うんうんうん、だから、もう読み上げなくから、じゃこれちょっと読み上げ、答えだけ読み上げていこう、うんうん、レインコートにある機能をつけた大流行、その機能とはって言ったら、うんうん、超リアルなカエルコスプ雨具、カエルコスプ雨具、コスプレ雨具ね、うん、ジャンプ力が、カエル並みに舌も伸びるようになります。姉妹品にカタツムリもあります。いやいいんだけどね。はい、いいんじゃないですか、これは。ジャンプ力が上がるのはいいね。ただなんとかフォーマーズみたいになっちゃうけどね。人間に例えたらっていう、ね、はい、カタツムリになったらあるってけど、うんうんうん、姉妹品でもカタツムリになって足が遅くなる。そうですね、そう早く帰りたいのに遅くなる。あ違う違う、だからさ、ダリーよって言いながらさグズグズグズって言いながら帰ってくる。そりゃ あれだわ、カエルの方が売れるわ、うん、それカエルの方大流行になるわ、カタツムリ使えねえもんだって、うん、使えないんじゃない、うん、まあ、きっとなんかいいことある。 あれですか、あの塩かけると溶けるとかですかね。あいいねそれね。あだから塩と なんか酸性よとかだったら溶けちゃう、うん、それでやべえと思ってさ走って逃げると、あやばい酸性雨に打たれないと力発揮しないんだね。そうそうそう、うん、だからそこがある意味なん
なんとか傾向みたいな感じでね。しかも溶けるから基本使い捨てですよね。そうそうそう。そりゃ売れねえわ、カタツムリのレインコート。でも大流行してるからね。じゃあ次、ね、はい、次いきますね、はい。傘でもなくレインウェアでもない被るテント、上部は透明ビニールなので視界は抜群。顔から下は完全に隠れるの全裸でもだからこれ要はポンチョでてるてる坊主ってことでしょ。そうそう、こういう感じで歩いてるんですよ、みんな。そう、てるてる坊主だからここから下がてるてる坊主だから、うん、あのポンチョですよ、うんうん、はい、でもちなみにポンチョはかなり優れものです、うん、おー、うん、はい、マジマジだってあの被ってるのはここだけだから押さえてるのここだけだから、うんうん、腕使えるんだよ、うんうん、で中にナップザックとしょってていいんだよ、濡れるのは足元くらい。あー、そうですね、うん、そう。ちなみに我の家にあります。あるの？あると思う。多分まだあると思う。ポンチョで雨しのげるやつ。うん。レインコート素材のポンチョってこと？テント素材。テント素材？ちょっともうこれじゃん。そう、ま、実際、もう大喜利じゃないじゃん。実際あるじゃん。ある。軍用です。すごい。そう。もうビバ USA 、うん。これは人類のあれですね、発明ですね。アメリカ軍のね。でも それってどこまでですか、うん、竹とか。だから買った時はあの膝下ぐらいまであったんだけど、うん、成長しちゃったから今膝上ぐらいかな。じゃ あれこれ書いてあるみたいで あれですね、かろうじて全裸でも大丈夫、ね、そうだね。だからほらね、いつも短パン履いてるじゃん、うん、あれ、うん、そこ見ると全裸に見える。いやとりあえず職質されちゃうとね。てかそんないいものがいいレインウェアがありながら、うん、あの雨避けていくんでしょ。意味ね。だから職質された時に、うん、安心してください履いてますよっつって言われたらいいな。とにかく明るいなんちゃらもできるってことですね。そう、はいはいはい、次いきますか。はい、はい、着ると晴れ男晴れ女になる、しかし水不足になるデメリットも。これいいよくないですか。もう雨自体降らないんですよ、着たら。うん、でも水不足になるんですね。そうそうそう、だからもう人間災害じゃん。ね、そうですね、まあこれはまあでもね、自己中な人間が増えたらこれあれですよ、深刻な問題になっちゃいます。いいんじゃないの。まあね、うんうんうん、これいいね、はい、次いきますか。これあの着ると晴れ男晴れ女になるからデートの最適だね、うん、そうですね、うん、確かに、うん、まあ、その前に、ね、デートする相手がいるかどうかっていうことですね。あ、そうですね。、うん、次ね、はい、子供から大人まで大絶叫、変身機能付きレインコート、男性用は仮面ライダー風で変身ポーズを決めると自動着用、女性用は魔法の杖を持ち呪文を唱えると、自動着用。これはいいんだけど、いいです、うんうん、これはかなりいいと思う。これチッてやるとなるでしょ、うん、あのそうすると痛さ倍増みたいなね。あ、変身ってやっとピシってなるから、周りから見てる人からしたら、あ、痛えなこいつって。そうだから、あのある意味あのなんとかデシベルじゃないと反応しないっていう、うん、あうん、黒みこ、他人の顔するの。あのーねーの、これ、男性はいいんですよ。でも黒みこはあれで魔法少女になるんだよ。女性魔法少女、うん、女性ちょっと痛くないですか。あの男性はまあ変身ってあの着用できるじゃないですか。でもよ、みそじぐらい超えてさ、変身も何もねえぜ。んまあ、まあ、藤岡弘とかさ、あのあたりはいいんですよ。30全然過ぎてるけどさ、あのあたりはいいんですよ。まあ本物だからね。本物だから、うん、でもあの女性は魔法の杖持たないといけない。そうで呪文を唱えるんだよ。もうこれはちょっとあんま他人事の顔してると本当にガチで渋谷の真ん中でやらせるからな。まあね、罰ゲーム、作って実際に作ってね、あの黒みちこちゃんに着させましょうか、このレインコートね、はい、じゃあ次いきますか、はい、はい、雨をはじくではなく雨にはじかれる、雨に当たるたびにあっちにフラフラこっちにフラフラ、踊り出したね。雨をはじくじゃない、はじくかじかないと基本的にレインコートの意味を出さないじゃないですか。逆なんですよ、はじかれるんですよ雨に。極度みたいな感じで雨にはじかれちまったよ。うん、それはちょっとよくわかんないけど、ちょっとわらはよくわかんないけど、うん、あのこれね、まあ
なんだろう、大流行はするのかなっていう素朴な疑問ですけどね。濡れなきゃいいんですよ、要は濡れなきゃ。濡れはしなさそうですけどね。でもなんか雨降るたびに下手したら死にますからね、これは。うん、だから弾かれるんです。おじきが弾かれたちょっとあの極道ネタちょっとわらわよくわかんないから、あの普通の女の子だからよくわかんないけど、あの仁義なき戦い見せてやるからよちょっと引き込むのやめて、うん、ね、あの何気にあなたは俺のね、我のね、あのドラマに引き込まれてるでしょ、すでに。そうだね、海外ドラマとか、ね、でもさすがにあの V シネ系はわらわ多分ハマんないと思うよ。ハマるよじゃあ、すっごい一押しのやつ見せてください。一押しのやつ用意しといてください。次まで、次会うまで。それでハマったら認めますよ、武士に面白いって、うん、はい、次ですね、はい、まあこれシンプルです。踊り出したくなる、うん、これはまあ踊り出したくなる陽気になりますからね、雨でも。やっぱ雨って憂鬱になるじゃないですか。あれね、あの頭痛くなるから嫌だね偏頭痛だからね。そうそう、うん、気圧の、ね、うん、低気圧来るとね、うん、無理。梅雨とか辛くないですか。辛いじゃん、体中が痛いの。ですよね、うん、今現在痛いもん梅雨は偏頭痛持ちにとっては魔の季節。地獄だよ、地獄だよ、うん、辛い。これね、宴の晴れた日に、うんうん、雨降るとか予報来ると低気圧来ると嫌だもん。あ、無理無理無理と思いながらやってるもん最後いきますか、はい、照明付きレインコート、ずっと虹が見えます。これいいです。これ一番わらわね、好き。輝いてるね。はい、以上、皆さん、いろんたくさんの回答ありがとうございました。はい、今日はね、とにかく最初からね、もう最初の緊張だったね。そうですね、でもダメだ、こういう緊張必要だよ。そうですね、本当に思った、やってて、やってて思った、久しぶりの緊張だよ。うん、なんかねえ、確かに緊張はしたんだけど、でもなんか良かったね、いろんな話聞けたから、うん、なんかね、本当になんか当初の目的の天真爛漫娘に、そうですね、近づいたの、うんうん、アーティスティックな話もできたんで、そうそうそう、もうちょっとね、本当にね、聞きたいこといっぱいあったんですけどね、うん、なかなかね、我々ポンコツ具合を、ね、出してしまいまして、まあまあまあ、まさかのポンコツ具合出しちゃったけどね、本当に、ね、そんなゴクさんからね、うん、協力してもらいましたね、うん、あの今回の明日ね、明日どこどこのどこどこで、夜音でね、うん、どこどこの夜音で、はい、配らせていただく、うん、ものなんですけど、こちらにねあるんですよね、うん、いや見えない、見えない、遠いからね。そう、いやもうまあもうこっからこう言っても逆に見えないからね、はい、誰が誰だか分かりやしね、もうね、いいですね、この写り最高だと思います。これ雰囲気だけ伝わればいいんです。明日ね、明日もらえる人はもらえるからね、はい、日比谷かもしんないし、新宿かもしんないし、渋谷かもしれないっていう、そこで、あのわらわのツイッターとかもね、一気に情報バーって流すんで、もうやっとだね、これは。もう本当に1年ぶり、あ、1年ぶりじゃないか、前回のその、全員揃ったアーシャは本当に1年ぶりぐらいだね。そうだね、うん、だからね、それしかもね、このね、このすごい、うん、ね、ある方も早く出したい、早く出したいって言ってくださってたもんね、もうある方も、はい、それも明日もう全て明らかになるんで、はい、もう本当に皆さん本当にお待たせしました、本当に、はい、ね、情報もね、ここに満載されてるんで、うん、はい、もう何がもうお待たせしましたって、わらわが一番待ったからね、この日、明日という日を、情報公開、そうそうそう、情報出す情報出すってばっかりついてでも明日は本当に出ます、はい、明日本当に出るので、はい、はい、会場でね、あったね、君たち、僕と握手だ、そうだ、わらわとも握手だ、はい、本当に握手して、握手だけしに来る人がいるからね握手しに来てもいいけど、ちゃんともらってくださいね、一列並ばないで、マジで、はい、よろしくお願いします。では明日某所でお会いしましょう。ありがとうございました。